あなたは仕事の休憩中に記憶がなくなるほど酒を飲んで遅刻し、泥酔状態のまま車を運転して居眠り運転、そのまま車を暴走させて追突、人身事故を起こしたことはあるだろうか。さすがにそれはないと言いたくなるが、今から40年前の名古屋駅で実際にこれが起きた。仕事の休憩時間に瓶ビール、それも大瓶1本と日本酒2合を飲んで遅刻。慌てて起きた機関士は酔っ払った状態で機関車に乗り込み、そのまま居眠り運転。機関車は時速80キロで名古屋駅を暴走し、ホームに止まっていたブルートレインに突っ込んだ。車内は血だらけ、悲鳴がこだまする中、警察は機関士を探し回るが、同僚は駅の事務室で機関士をかくまう。挙句の果てには禁錮1年6ヶ月という実刑判決に。機関士は判決内容が重すぎると控訴。名古屋駅ブルートレイン衝突事故とも言われる国鉄末期に起きた最悪な事故。当時の新聞、そして国会の議事録を読むと見えてくる、変えたくても変えられない問題がでかすぎて、どこから手をつけたらいいかもわからない国鉄末期の凄惨な状況とともに、名古屋駅で起きた大事故を紹介しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。なお、この動画とチャンネルは正確な言葉より分かりやすさを優先して作っています。また背景は東海洋本線です。ご了承ください。めり込んだ機関車。昭和57年、1982年3月18日午前2時29分、1両のディーゼル機関車が名古屋駅の構内を80キロという猛スピードで駆け抜けました。そしてほどなくしてドーンという轟音が鳴り響きます。名古屋駅で機関車付け替えのために止まっていた寝台特急キーに機関車が追突したのです。ブルートレインの真下に機関車は10メートル以上ものめり込み、最後尾の客車は3メートルも浮き上がってぐしゃぐしゃになっています。中で眠っていたお客さんは激しい衝撃とともに天井に叩き上げられ、寝台に落ちたと思ったら傾いた車体によってそのまま転がり落ち、全身を強く強打。車内はシーツや枕、お客さんの荷物が散乱し、一部は血まみれの状態。最終的に乗客13名と機関士1名が重軽傷を負ったこの追突事故は大きなニュースとなりました。機械の誤操作やミスならまだわかります。しかしこの事故は居眠り運転、しかも居酒屋で酒を飲みまくった後の飲酒運転による人身事故だったのです。事故を起こした機関士は0時44分に点呼を受けて運転しなくちゃいけないのに、夜9時からの休憩時間にラーメン屋でビールと日本酒を飲み、そのままお店をはしご、行きつけのお好み焼き屋さんで日本酒2合を飲んでから仮眠しました。その結果、機関士は寝過ごし、点呼時間に15分も遅刻。慌てた機関士は遅れを取り戻そうと大急ぎで機関車を走らせますが、途中から記憶がなくなるほどの泥酔状態でそのままうたた寝、名古屋駅を80キロという猛スピードで駆け抜けたのです。ありえないスピードで暴走する機関車に対し、駅の作業員は必死に赤の手旗信号を振り続け、ATS 自動列車停止装置はけたたましい音で注意を促しますが、酔っ払った機関士は気がつきませんでした。40キロから減速していると勘違いし、そのまま客車に突っ込んだのです。死者が1名も出なかったのは幸いにも乗客が少なかったこと、そして一番被害が大きかった客車ではみんな機関車から離れた大阪寄りで寝ていたためです。わけもわからず叩き起こされた乗客は国鉄職員が割った窓ガラスから救出されました。荒廃した職場、酔っ払い運転による大事故、世間は値上げとストライキだけは一丁前にやるくせに、不祥事を起こし続ける国鉄に対してふざけるな、いい加減にしろと激しく怒ります。そこで新聞や国会ではどのような記事、話し合いがなされているか、国会図書館で当時の記録を調べたのですが、事故自体の記事、話し合いは少ないという意外な結果でした。むしろ名古屋駅での追突事故も一緒に国鉄が抱えるいろんな問題を指摘している。しかしその規模があまりにも大きく、さらに根が深くて国鉄自身もどうしていいか分かっていない、いやもはや諦めているような記事、答弁ばかりでした。1982年頃の読売や朝日、日経の記事を名古屋駅事故で調べると出てくるのが、マルセイ、電話点呼、国鉄職場の後輩、闇手当、熱意のない国鉄総裁、値上げといった単語たちです。マルセイとは生産性向上運動、つまり荒廃した職場を立て直すための職場改革のことです。この時代の方なら何を言っているのかわかると思います。それはマルセイ運動のもと、管理職の厳しい職場改革に対し
リンチ、吊るし上げも平気でやる労働組合の激しい抵抗で、国鉄は職場改革に失敗。従業員が40万人以上、職場の数が5000以上もある巨大組織は、末端まで管理ができなくなり、闇休暇、闇出張、闇手当が当たり前の会社へと成り下がりました。その結末が電話点呼という制度を利用して、運転間際まで飲酒、そして人身事故ということです。もちろん国鉄側も何とかしようという思いはありました。多すぎる職員を7万人も一気に減らしたり、事故やミスを限界まで減らそうといろんな活動もしました。実際事故が起きた1982年は国鉄史上一番事故が少ない年でした。しかしそれが限界でした。国鉄再建小委員会の調査によると、9割の管理職が現場協議で吊るし上げを受けてやるべき指導ができていない。無断で休みまくる部下の穴埋めを管理職がし続けた結果、8割の現場で管理職の有給休暇取得率ゼロ。中には365日出勤し続けた管理職まで判明。事故をきっかけにブルートレインの運行を担当する機関区、運転所に国鉄が緊急調査をすると、申請された手当のうち、なんと 94% が実態のない闇手当だったことも判明。しかし、闇手当の返還すら労働組合は反発。そもそも巨大組織ゆえ、営業や運転、電気、土木といった内部組織の対立がひどく、現場の中でミスをかばい合って上まで報告が上がらない。国会の質疑応答でさえ、国鉄総裁はふわふわとした釈然としない態度となっていました。逆切れする被告人、新聞各社、国会の答弁でも国鉄の抱える問題の大きさ、そして複雑さ、根深さは話し合われていました。しかし誰も本気で変えようとしないまま時が過ぎていきます。そんな中、実際に大事故を起こした関係者には処分が下り、そして刑事裁判が始まります。追突事故を起こした機関士は懲戒免職となり、先酔い状態に気づかなかった上司たちは減給。そして愛知県警は業務上過失往来妨害、業務上過失致傷の容疑で逮捕、名古屋地裁に起訴します。結果は禁錮1年6ヶ月の実刑判決でした。取り調べ中に飲酒運転はいつもやっていたと供述した機関士、禁錮1年半は重すぎると怒り、名古屋高裁に控訴したのです。その後どうなったのか非常に気になりますが、国会図書館の新聞データベースでは高裁の判決結果が載っている記事が見当たらず、調べても分かりませんでした。ちなみに飲酒運転の常習犯だったことについて、上司は全く気がつかなかったと言っており、酒の要注意リストにも入っていなかったそうです。ここまで聞くとなんてひどい職場なんだとなりますが、それは現在の感覚で当時の事件だけを見ているからです。このチャンネルではなるべく中立に物事を紹介したいので、1980年代当時の雰囲気を書いたブログを参考に、仕事の合間に酒を飲むのが当たり前だった時代を説明しようと思います。飲酒運転が今のように問題になるまでは、夜勤や当直といった泊まり勤務の人たちは仮眠の時間に酒を飲むのは当たり前のことでした。年末年始の仕事始めや仕事終わりに至っては、仕事もせず昼間から挨拶回りや宴会を会社でやっていた時代です。通勤電車の中でもタバコを吸うのは当たり前。事故さえ起こさなければ飲酒運転をしても警察は捕まえない。むしろ体質的に飲めない人以外、先輩上司の酒を断る方が人としてありえない時代でした。また給料も出ない休憩時間に酒を飲むなといった制限をされる筋合いはないといった風土もありました。もちろん大多数の方は当直や夜勤でもその日の仕事が終わった後にお酒を飲んでいます。さすがに仕事の直前にお酒を大量に飲んで記憶が消えた状態で運転をするような人は少数派です。かくいう私も数年前まではとある組織の当直で上司や先輩と一緒に飲み会を開いたりした人間です。今でもめちゃくちゃ楽しかったことを覚えています。むしろ最近の酒を飲まない運転もしないのはいいこと、正論なら人を攻撃しまくる風潮に違和感を感じるほどです。飲み会絶対主義の世界で叩き上げられたおそらく最後の世代なので、その辺は誤解されたくなくて最後にこのような説明をしました。まあさすがに仕事中飲酒運転をしたことはありませんが。以上が40年前の名古屋駅で起きた酒酔い追突事故です。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。